食べたことがあるような野菜が出ているか魚たちが食べているんです。さあガイバさん、目の前にはたくさんの魚が来ていますが、どんな魚たちがですねこの小松菜を食べているんでしょうか。はい、今野菜を食べている魚たちはイザダイやアイゴという魚の仲間です。イザダイやアイゴの仲間は自然の海では海藻や苔などを食べて暮らしている草食傾向の強い魚ですが、名古屋港水族館ではこのイザダイやアイゴに海藻の代わりに小松菜であったり、またレタスといった野菜を与えて栄養を補っています。はい、今ですね水槽の真ん中あたりで小松菜をですね今魚たちが食べているんですが、こちら今集まっている魚たちはニザダイやアイゴの仲間たちが今ですね集まってくれています。この魚たちは草食傾向の強い魚でして、自然界の海では今についた苔や海藻などを食べて生活をしています。ですが名古屋港水族館ではその海藻の代わりにこういった野菜を与えることで栄養を補っているんです。今ですね小松菜だけ与えているんですが、その他にもレタスなどを与えたりもするんですよ。さあそんなですねまず1種類目に小松菜をですね与えてみました。さあ続いてですね2種類目のですね餌の準備をしてもらいたいと思います。さあ今ですねモニターの方にですね皆さんの姿がちらっとですね映ったりもしているんですが、ぜひですね水中の中からはどんな風に見えているのか、こちらのモニターにですね映っていますので、ぜひ水中からのですね映像もご覧いただきたいなと思います。さあ皆さんの姿ちょっとですね映っていますよ。さあそんなことをしている間にダイバーが次のですね餌を用意してくれました。さあ袋の中に入っている餌なんですけれども、一体これは何でしょうか。はい、今ダイバーが取り出した袋に入っているのはイカのすり身です。はい、こちら袋